でこの2点だけはすごく教えさせてもらいたかったのね。先祖に供養ができないままあなたはずっと行く生活なんだよ。それっていうのは実は非常に恐ろしいことで、先祖を供養しない生き物、人間、動物じゃないのにね、畜生界じゃないのに、人界に生まれてるのに先祖に正当な追善をしない生き方っていうのは大変に、それはもうそれだけで罪作りなこと。それは検証会だけをあげつらってるんじゃなくて、さっき話したように禅宗も念仏も真言もみんなおしなべて、キリスト教も何もかもみんなそうです。ただ罪が重いってことね、検証会のは。さっき話したあからさまにご承認経過に、その現実に唯一三宝一体のご境地を伝授されてるご高承認を名指しであからさまに誹謗してるから、その分先祖の痛みも何億倍も大きいってことですよ。 そこら辺の禅宗の人たちの檀家さんたちに比べりゃね。それが1点と、もう1点は今度はその本尊たるや、その信仰していくための道場に掲げられてる本尊たるや、間違いなく浅井さんが勝手に刷った本尊ですから、そうするとただじゃ済まないっていうのが今のでしょうね。気が入り、魔が入り、あなたの正気を喰らい、功徳を奪い、どん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 人間としての悪い面だけが残っていっちゃう、いい面がどん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 吸い取られていっちゃう。だから苦しみ、恨み、無気力、から絶望、そういうものがどん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 増えていくんだよ。若い頃何にも宗教と関係なかった頃の方がおそらくよっぽど天真爛漫で、よっぽどその何か楽しさもあっただろうしね。